we feel. Just take my hand. 出国でーす。イエーイ。いやもうだいぶ手こずったね。荷物多すぎてだいぶ捨てました。なんかめっちゃでっかいボディクリームと洗顔買ったんですけど、それは持ち込めませんでした。しょうがないね、また買うしかないね。まあね。汗だく。実はゴールドコースト空港から今マレーシアにいて、2時間しかトランジット時間ないのに荷物が出てこない。それをきっとチェックインしなきゃいけない、うん、もう不可能や。でも2時間あったら多分荷物がスムーズに出てきてたらいけたと思う。で、めちゃくちゃ走りました。とりあえず荷物は遅延するらしいので、ロストバゲージ後日送ってくれる、送ってくれるか、荷物ギリギリ間に合うかみたいな感じなので、うん、ちょっとオーストラリアもう振り返る時間もないぐらいバタバタしてる。こんな汗かいたの久しぶりやわ。もう汗だくないんやけど、お風呂入りたい。オーストラリアどうだった？オーストラリア楽しかったもうそれどころじゃない全然。いやマジでしんどかった。ここでもちょっと遅延しててよかったね。まあね、もう私無理だと思ってたもん乗るの。もう半泣きやった、うん、あなんとか飛行機には間に合うし、自分たちのサーフボードはないけど、なんとかサーフボード届いてほしいな。全部届いてほしいやろ。もうスコもたくさん買ったのに。確かにあれ全部行かれたらもうめっちゃショックかも。大丈夫やろ。ということで、まあ後で振り返ろうか、うん、なので1年7ヶ月のちょっと振り返りをして、最後にちょっとどういう感情になったかとか喋りたいと思います。はい、とりあえずゆっくりします。今からはい、じゃあオーストラリアさようなら編どうぞ。
はい主にサーフィンばっかだったけどね、やっぱりオーストラリアの思い出。いやいろいろあったオーストラリア生活でした、うん、なんか振り返り動画を自分で作ってるうちにいろいろあったなと思った、うん、今でも覚えてるのはなんか初めての英語圏で仕事を探すからさ、なんかめっちゃ不安だったの今でも覚えてる。結構オーストラリアは楽しい部分もあり辛い部分もある国だった気がする。うん、確かに。でも本当に、まあ、今までいろんな国行ってきた中でもやっぱり人の温かさとかビーチの雰囲気とかそういうのをひっくるめてやっぱり日本人が好きになる要素がたくさんある国なんだなっていうのは感じたかな。で、私の中では本当にもういろいろ旅した中でもトップ3に入るぐらいお気に入りの国。しかも本当にいろんな出会いもあって、もちろん日本人ともたくさん出会わせてもらって本当になんか貴重な出会いばっかりで、今思い返してもあすごい楽しかったなみたいな、うん、みんなと出会えてよかったなってめっちゃ思えたよね。本当に本当に来てよかったなって思うのはなんかやっぱりそのサーフィンとかもね、やっぱりいい波にたくさん乗れたっていうのもそうだし、なんか自分の英語力を磨けたっていうのもそうで、なんかやっぱり海外旅行行く時もやっぱ自信持ってなんか注文とかできるようになったし、なんか私に関しては今後なんか英語に携わるような仕事をしていけたらなってすごい強く思ったし、なんか私にはすごい自信をくれた国だったなって感じ。ネイティブに囲まれて彼らの英語を聞いて、あこうやって話すんやみたいなのをのが毎日だったし、なんかそのとりあえず出会いが良かったね本当に。いろんな場所も行ったしね、ゴールドコースト、うん、タスマニアとかニューサウスウェールズ、確かにロードトリップねとかも行ったし、正直もうやり残したことはないって感じよね、オーストラリア。このいやてか、うん、最初のオーストラリア来る、うん、永住とかその前ね、うん、はサーフィン上手くなりたいっていう目標を掲げてきたから、うん、結構軽い感じで来たもんね、うん、まあでも私はずっと来たかったんだけどね、オーストラリア、まあ、もう10年越しの夢って感じだったでね。2人のやりたいことは結構叶ったんじゃない？うん、世界一周やりたくて20代で世界一周して、で30代でオーストラリアに住むことができて、ね、うん、やり残したことないな。ない。オーストラリアは本当にね1年7ヶ月本当にたくさん働いたし、たくさんサーフィンもしたし、ロードトリップもできたし、ローカルで働けたし、うんうんうん、まあ、英語も少なからず2人とも絶対伸びた、うん、プラスなんかそのカルチャーに踏み込めたし、うん、で友達も増えたし、うんうん、経験もかなりした、うん、いろんな経験したし、うん、でもちろんお金もかなり節約とあと貯めることができた、うん、強いて言うなら、まあ、ウエスタンの方は行けてないので、あまたねその旅行で戻ってきたいなって思うくらいかな、ね、でもオーストラリアがどんな感じなのかをもう肌で感じることができて、私たちが日本以外になんか住みたい国の候補挙げるとしたら、もうオーストラリアがもうダントツトップに来るような国に出会えたのは本当に良かったことやし、なんかとりあえず本当に来て良かったなっていうのは心の底から感じる。ちなみに今までで忘れられない波は、さっきの動画にもあったうん、スナッパーから入って長さもうめっちゃでかい波ボーンって、うん、で途中チューブになるエリアがあって、うんうん、人生初のあのチューブだよこれ、うんうん、もうあれねやめちゃったけど自分 GoPro 加えながら、うんうん、絶対あれチューブの波やったじゃん、うん、で夕日綺麗でバーって、うんうん、であれを決めたかった、うん、でもいい経験だった。もうみんながチューブ入って、うん、もうすごいなんかエネルギッシュな、うん、そのみんながブワーって結構もうあれにトライできたこと、うん、で次回もし この波が来た時はもう絶対逃げずに突っ込みたい、うんうん、あの波は本当忘れられない。そうやっぱね、うん、世界のスナッパーだって言われるだけあって、スナッパーの波も私も忘れられない波あるわ。どれ？一本だけ。あ、じゃあそれがベストワンじゃない、なんかオーストラリア全体でって言われたらやっぱり私はあのウィンキーポップ、なんか普段だったら私絶対乗らないようなサイズ感だったんだけど、うん、あの隣のお兄さんがフーみたいなっていう、なんかちょっとプレッシャーいや多分めっちゃいいやんっていう意味でフーって言ってくれたんだけど、私にとってはもう超プレッシャーで、もうこれ乗らんかったら本当に申し訳ないし、こんないい波私が逃しちゃったらさ申し訳ないし、もう行くしかないみたいなで乗った一本なんだけど、それがあ意外といけるやんみたいな、意外とこんなもんないやん、しかも乗りこなしとったよ結構いやでもあん時確かにね、うん、俺撮ってたじゃん外から、うんうん、いやすごい嬉しかった外から撮ったから行ったみたいな、うん、なんか結構乗れない時間が実際あったんだよね、うん、あれ
30分以上多分、うん、しかもあれ最終日、次の日フェリーとかだったね。確かその日の夜だったんじゃない。その日の夜だったと思う。でもあの一本はねやっぱ忘れられないかな。なんか思いも詰まってると思う、うん、その前日とか5日間ずっとデカ波で乗れなかったじゃん、うん、ようやくサイズ下がって、あれでも下がったんだけど、うん、に乗れた、うん、っていうのは忘れられない。忘れられないね。あとはいろんなね、ファームでいろいろ働いた経験もあるし、いろんな仕事してきたなと思って、なんかそれはそれで楽しかったし、なんかこれ人生の経験にもなったし、なんか今後もっとねいろいろなんか挑戦できそうだなって思ったのと、あとはやっぱり私的にすごい嬉しかったのは、なんかやっぱゴールドコーストとか東海岸にいる人はなんかサーフィンする人が多くて、なんかサーフィン仲間にたくさん出会えたこと、なんか女の子の友達とかあんまりいなくてサーフィンする、だけどゴールドコーストに行くとなんかみんなサーフィンしてるから、なんか海の中でなんか友達になったりとか、なんか毎日一緒にサーフィン行く子友達ができたりとか、なんかそういうのはなんか本当に嬉しかったし、なんか日本に戻ってもその子たちとまた会って一緒にサーフィンしたいなって思う、うん、オーストラリア最高だよ、うん、サーフィン友達がたくさんできました、はい、言うことないねもう、うん、本当になんかどうだったって言われたらもう最高だったとしか言いようがないって感じだね、うん、大変だった部分もあるけど、それを思い出すことはあんまりないかもね、うん、すごい辛い思いもしたけど、うん、やっぱり楽しい思い出が上回る完全にね。まあでもオーストラリアはなんか夢物語みたいな感じだった気がする、うん、なんかすごい景色も綺麗やったし、うん、海も波も最高やって、うん、この動画で言いたいのは本当にありがとうオーストラリア、はい、ってことで、もう本当にオーストラリアで出会ってくれた方とか、うん、本当に波とか、うん、で仕事場でよくしてくれた人たち、うん、とかには本当に感謝、うん、すごい大好きな国を見つけれたことが嬉しいし、うん、でそれを受け入れてくれてた人たちも最高だったし、うん、もう簡単に言ったらめっちゃいい経験だった、うん、1年7ヶ月最高の思い出やね。最高の経験だし、うん、なんかそのすごいひどいトラブルもなかったし、うん、運にも恵まれた、うん、そのオーストラリアライフだったと思います、うん、本当にもう最高の思い出でした。そんな1年7ヶ月でした、はい、2人のオーストラリア生活は一旦ここで、はい、でそのオーストラリア編っていうのもここで、うん、シーズン3かな、シーズン3だが始まるは終わる終わるマジで。あそっか、えじゃあそうやって、だって1がバリ行きました。違う1日本じゃん。あー1が日本に行って、2がバリとゴールドコースト、バリとゴールドコーストで 2.5 がロードトリップ、あで3がタスマニアにしようとしたんやけど、タスマニア全然取れなかったからでタスマニアと出国が3、うん、あーオッケー、だから3が終わりました。 オッケーオーストラリア編終わりました。ということでオーストラリアありがとう編です。はい、でももう次のオーストラリア旅行も計画してるぐらい、うん、オーストラリアにはもう恋してます。はい、またいつか戻りたいと思います。はい、はい、じゃあ1年7ヶ月、はい、いろいろありがとうございました。ありがとうございました。じゃあとりあえずシーズン3がこれで終わります。はい、またでもすぐ早いうちに、うん、また次の新しい物語を撮っていくつもりなので、またその時は応援よろしくお願いします。お願いします。じゃあこの辺で動画を終わらせたいと思います。はい、チャンネル登録とグッドボタンお願いします。お願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。はい、またね。バイバイ。